山寺です。今日はですね天満に来てるんですけども、今ねちょっとね話題のねマグロ人さん、ここねなんとね水ソーダが、蛇口から出てきて無料なんですよ。山寺ちょっとねここでね並んでね、水ソーダ飲みながら、食べたいと思います。いやトップバッターで並んでます。まだオープンね15分前です。今から言っちゃってね15分前並んでます。75分間飲み放題でございます、はい、その代わりに、はい、お通し代としてお一人様350円いただいておりますので、はい、よろしくお願いします、はい、お席の方が90分制ですのでお願いいたします。はい、承知いたしました。あとはパッドで注文ですね。そうです。その他にもドリンクございますので、すべてこちらの食べ方お願いいたします。はい、わかりました。はい、それではグラスの方お待ちいたします。少々お待ちください。これね、75分間水飲み放題、これなんかめちゃくちゃ嬉しいじゃないですかね。皆さんただですよ、0円ですよこれ。はい、ありがとうございます。うわー、こちら無料です。はい、こちらですね、水ソーダ、0円のやつですよ。0円っておかしいですよね。うん、あの水の味しますわ、うまい。で、あのねこの水ソーダ味変もできるんですよ実は、ね。水ソーダをトッピングで楽しもうって書いててね、50円トッピング、まあ、いろんなシロップが50円でね、あと100円の方はなんかフローズンのオレンジとか、ね、フルーツが入れるという。で150円になるとシャーベットね、うん、200円もちょっといいシャーベットが入れるというね。これねなかなかのアイデアですよね。で基本的にはこのね75分間無料0円素晴らしい。何しようか迷うけど、これマグロのネギ爆弾いこうかな。これちょっと注文しますね。で、あと何があるの、いろいろあるんですよこれね。枝豆ペペロンチーノとかもあるし、これ何があるんやろね、まあ、あー卵もあるけども、なんかね悩ますね、いろいろありすぎて。ね、なんか昨日までねイベントしてたってことで、マグロの希少部位がね結構売り切れてるんですよね。まあこれはしゃあないとして、ね、マグロ、せっかく起きたらマグロ食べたいと思うんで、マグロ一品、あ、このね対馬マグロの刺身、これいこうかな、赤マグロね、うん、じゃあこれ、とりあえずね、ネギトロ爆弾と対馬マグロの赤身刺身、この2点とりあえず注文いたしましょう。ですね、はい、これで注文しました。こちらですね、お通しになっております。ちょっとね、あのお寿司になってるって言ってましたね。下に酢飯が入って、上はちょっとした海鮮がね入ってますわね。ちょっといただいてみましょう。とびっことエビがね、小エビかな、乗っかったちょっとお寿司になってて、結構これ食べたらお腹膨れそうやで。うん、おちょこ寿司だね、うん、おちょこに入ってるのはまたいいわ、楽しい、うん、おいしい。あ、何倍飲んでも無料やからね、こんなん、家庭にあったらやばいですよね。これ家庭にあったらすごいことになりますね。これ家庭に欲しいわ、このレバーが。こちらね、マグロの赤身注文しましたよ。めちゃくちゃ美味しそう。これはちょっとやばいんじゃないですか。はい、うわー、ちょっとここにね醤油につけてわさびをのせます。これでいただいてみます。マグロうまそうね。めちゃくちゃ美味しい。筋がね全く入ってなくて、すごい濃厚なね赤身。
美味しいマグロこれ。これ水なんぼでも飲みますわ。うん。おかわりでね、飲むんですけど、氷ももらいました。このね、これ竹やね、これ竹の氷がまたいいですやん。ね、竹の香りするんやろね、きっとね。で、これちょっと入れますよ。たまらんね。家にこういうもう蛇口欲しいわ。もう何ぼでも飲みますからね。最高。何しようかな。あ、でもちょっと待って、なんか豆腐の青さあんかけもうまそうやな。でもどうしよう、いろいろ悩みますわ。ちょっと食べたいものがね、いっぱいあるんですよ。かっぱ寿司、まあ寿司は今食べたらノックアウトになるね。すぐ出るめ、あ、チクキューあるやん、これ行こう。チクキュー山寺好きよ。注文確定、オッケー、チクキュー来ました。こちら、ネギトロ爆弾です。ネギトロ爆弾、これね、完全によく混ぜてね、海苔に巻いて食べてくださいっておっしゃってましたんで、ちょっと混ぜ混ぜいたしますわね。いろんなものが入って、オクラにみょうがにキムチに、たくあん、マグロの、トロですね。これね、すっごいね、いろんなものがこう混ざってて、だいたいいい感じで混ざってきましたかね。ね、わー、これこそほんまに爆弾やね、これえらいことになりますわ。爆弾すぎますよ。しゃ、いい感じに混ざりましたんで、これを海苔にちょっとね巻いていただきますよ。この海苔がまたね、韓国海苔ではないけど、なんか韓国海苔かな、もしかして、分からんけど、ちょっと食べてみないと分かりませんけども、うわー、これはちょっと見てくださいよ。海苔に巻きました、これでいただきます。まるでお寿司みたい。マグロ爆弾、これめっちゃ美味しい。海苔の風味がね、すごい引き立って、これおすすめ。うん、うわ、これと水ソーダ合うんやろか。合うわ、最高。これね、すごい美味しいわ。トロタクみたいな感じでね、キムタクちゃうで、トロタクで。みょうがが入ってるとこあたりがまたいいわ。仕事してますわ、本当にね、これ。これ皆さん食べてほしいな。キムタク、あ、違う違う、トロタクや。うまっ。これと水合いますやん。これマグロのためになんか作ったんちゃうかな、この水ソーダ。うん、うまい。こちらですね、チクキューです。まあ、マヨネーズつけるのもいいんやけど、山寺はこのままいただきましょう。うまっ、チクキューうまい。うん、氷をね、足します。氷足してもたさんでも自由ですけどね。入れますよ。めっちゃうまい、これ。またこのもうマグロとね、本当にこの水が合うんですよね。もういいわ、そのマグロ好きには、マグロ好きな方はね、ここのお店超おすすめいたします。マグロ人ね、マグロ人っていう名前のことだけあって、やっぱり、ね、マグロに自信があるんでしょう。これはこの色合いがまたええねん、ほんまに。
で、この水ソーダとこのマグロ相性抜群やね。今まではちょっと今日初めてびっくりしました。やばい、あんま、うまっ、うん、このね、マグロ食べてまたこの水ソーダと合うからもう一回マグロいきますよ。うん、おいしいマグロ。これに水で流すね。流すって言ったらもったいないか。あーうまっ。なんでこんなおいしいんやろ。いやいやいや、僕はもう参りました。マグロ人さんレベル高い。うん、もう最後はこのこれ、マグロとね、大葉と妻、大根の妻。飽きました。でもおかわり自由ですからね、自分でやります。目の前に蛇口があるとなんかね、なんぼでも飲んでまえと思ってペロペロになりますわ。マグロ爆弾も相当美味しい。皆さん、さっきはねちょっとね遠慮気味に中のね具を少なめにしたんやけど、今度ちょっと豪快にね巻いていただきますわ。もうこれでいただいてみましょう。うん、うん、うん、当てもなくなってきたし、何か食べよう。あ、ちょっと待って、何しようかな。これポテトフライ行こう。これもね、和風、和風っていうの面白いじゃないですか。和風注文 OK。 ポテトフライが来ました。これ和風ポテトフライって書いてるんですよ。で、和風って一体何かなと思ったら、カツオ節かかってんねん。ポテトフライにカツオ節ってなかなか斬新ですよね。ちょっといただきます。あ、これね、和風ってね、カツオがかかってるだけの和風じゃなくて、ちょっとだし風味、だしを感じるわ、このポテトフライ。あ、うまい。で、もう満席になりました。入ってね、今ね、約1時間経ってませんけど、約1時間満席、素晴らしい。で、山寺は酔っ払い。残り15分前ですわ。ラストスパートの、まあ、ラストスパートでそんなね、そこまでして飲むこともないんやけど、もうこれね、75分間飲み放題なんですけど、もうね、ぼちぼち今60分経ってるんで、もうこれでラストかな。お腹も心も大満足です。山寺結構やばいです、酔うてます。もう実はこれ8杯いってます。8杯、さすがにね、ジン8杯やばいっすよ。ベロベロ。ここで入れて、何してんねん山寺、おかしいな。そして現金掘り込みます。はい、ソーシャルディスタンス生産します。3054円、安っ。散々飲んでこんだけ酔うて、おかしい。ありがとうございます、ほんまにもうめちゃくちゃ嬉しい。おお、
お釣りが返ってきました。ね、ありがとうございます。3,050円、安い、最高。いや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 、マグロ人さんね、やばいっすわ、ほんまに。あれだけね、飲んでも山田8杯ぐらい飲みましたよ。3,054円、ちょっとおかしいでしょ、2人でね、1人1500円ぐらいですわ。1500円、ちょっとありえへんね。ということです、いつも山寺の YouTube を見ていただいている視聴者の方々、ありがとうございます。よろしければチャンネル登録のもお願いいたします。では、酔っ払いです。